ただいまより平成31年あわら市成人式を挙行いたします。七時、主催者を代表し佐々木康夫あわら市長が七時を述べます。七時、本日晴れて成人式を迎えられた皆さん、おめでとうございます。あわら市を代表してお祝いを申し上げます。またご来賓の皆様には公私ともにご対応の中、明日を担う若者たちの晴れの門出にご臨席を賜り、誠にありがとうございます。新成人となられた皆様は本日名実ともに社会の責任ある一員として認められる人生の節目を迎えられました。皆さんの前途が華やかで輝きに満ちた明るいものとなることを心からお祝い申し上げます。さて、皆さんを取り巻く世界は日々目まぐるしく変化しています。インターネットが普及し始めた30年前、多くの人々はインターネットがこんなに大きな社会基盤になるとは思っていなかったように、世界はそして日本は加速度的に変化しています。また今日、日本はこれまでに経験のない本格的な人口減少、少子高齢化の時代を迎えています。こうした時代において未来に立ち向かう皆さんに必要なのは高い志を持つことであると思います。若い皆さんの将来を見据えた強い気持ちが世界、日本、そしてこのあわら市の未来を明るくしていくものと思います。先日行われた箱根駅伝を見た方もたくさんいると思います。今回青山学院大学は5連覇を成し得ませんでした。原監督は同じことをやればいいのではなく進化していかないと退化すると反省を口にされました。何もせずに立ち止まっていては周りの変化に取り残されてしまいます。どうか皆さん高い志を持って少しでもいいですので前に向かって進化していってください。さて、私は昨年2月の37年ぶりの大雪の時にあわら市長に就任いたしました。今日の人口減少時代、また厳しい行財政環境の中においても10年先、20年先を見据えて誰もが夢や希望を持ち、ワクワク、ドキドキ、キラキラと笑顔で元気に暮らす、誰もがときめくあわら市を実現するという志を持って市政運営に取り組んでいます。特に4年後の2023年春の北陸新幹線あわら温泉駅開業に向けて急ピッチでまちづくりを進めており、新幹線の開業効果を最大限に引き出し、市全体に波及させ、市内の各地を活性化し、皆が幸せを感じるようにしていきたいと考えています。そんなあわら市の活性化には皆さんのような若い力がぜひとも必要です。あわら市には温泉だけでなく自然、歴史、文化、四季折々の食や祭りなど魅力的な地域資源が豊富にあります。そして何よりも心温かな人々がいます。皆さんには知っているようで知らないあわら市をもっと知っていただき、もっと好きになっていただきたいと思います。そして県外におられる方は将来ぜひふるさとあわら市に戻ってきていただければと思います。もしそうでなくてもあわら市のことを愛し続け、あわら市の応援団でいてください。激動の昭和を終えて日本に成熟をもたらした平成も、天皇陛下の上位をもってこの5月に新しい元号に変わります。新しい時代を迎え、皆さんにとって今年が大きな飛躍の年になることを願っています。最後に改めて皆さんの輝かしい門出を心からお祝い申し上げますとともに、揚々たる前途に向かって元気に明るく
活躍されることを記念いたしまして、私の式辞といたします。平成31年1月13日、小原市長佐々木康夫。続きまして、本日お忙しい中、ご臨席賜りましたご来賓の方々よりご祝辞をいただきます。はじめに、あわら市議会議長、森幸嗣様お願いいたします。本日、成人式を迎えられた皆さん、誠におめでとうございます。あわら市の次の世代を担う皆さんが、心身ともに健やかに成長され、新成人となられたことを心からお喜びを申し上げます。また、これまで皆さんを深い愛情を持って育て上げられましたご家族の皆様にもお喜びを申し上げます。新成人の中には、すでに実社会で活躍されている方、勉学に専念されている方がおられると思いますが、このあわら市に生まれ育ったことを誇りに、これからの新しい時代をご自身の手で築いていっていただきたいと思います。さて、あわら市では今から4年後の春に北陸新幹線あわら温泉駅開業を控え、駅周辺整備をはじめとした特色あるまちづくりに取り組んでいます。この未来につながるまちづくりには、皆さんのような若い人々のアイデアと行動力が必要であります。どうか皆さんには、このあわら市のまちづくりに大いに関心を持っていただき、その一翼を担っていただくことを期待するものであります。皆さんは今日から大人としての第一歩を踏み出されました。今後は成人としての自覚を持ち、社会に貢献できる人間になっていただきたいと思います。特に昨今、若い人の政治離れが急速に進んでいますが、ぜひ皆さんには私ども市議会に対しまして少しでも関心を持っていただき、合わせてこれからのあわら市のまちづくりにも参画していただくことを願っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。結びに、新成人となられた皆さんのご健勝、それぞれの分野でのご活躍を心からご祈念申し上げますとともに、本日の成人式の開催にご尽力賜りました実行委員会の方々に敬意を表し、私のお祝いの言葉といたします。平成31年1月13日、あわら市議会議長、森喜嗣。次に、福井県議会議員、笹岡和彦様、お願いいたします。本日は素晴らしいお天気に恵まれまして、こうしてあわら市の成人式が盛大に開催されますことを心よりお喜びを申し上げます。新成人の皆さん、ご成人誠におめでとうございます。合わせてご家族の皆様方にも心よりお喜びを申し上げます。このような素晴らしい新成人の皆様方のお姿を目の当たりにして、ご家族の皆様方のお喜びはいかばかりかとお察しを申し上げる次第でございます。私も2人の息子がおりますけれども、成人した時には本当に嬉しくて、今後いろいろと苦労も逆境もあるだろうけど、ぜひ力強く乗り越えていってくれよと、念じていたものでございますが、今日の新成人の皆様方にも同様に心よりエールをお送りしたいと思います。さて、昨年ノーベル生理学医学賞を受賞されました本庶佑教授が、6つの C が何事にも必要だということを説かれております。6つの C、 キュリオシティ、好奇心を大切にして、カリッジ、勇気を持って、そしてコンセントレーション、集中をして、チャレンジしていく、
そして必ずできるという確信、コンフィデンスを持ってコンティニュエーション、継続をしていけば大きな仕事が成し遂げることができると、これは全ての仕事にも当てはまることだと思います。これからの皆様の人生の中で必ず指針になり激励の言葉になるかと存じます。昨年福井県は国体を開催をいたしました。そしてその結果天皇杯と皇后杯両賞を受賞することができました。これは福井の奇跡と言われております。なぜならば東京オリンピックが終わるまでは東京に選手が集中して地方の開催権には絶対に取れないだろう。その通り前年の愛媛国体もその前の岩手国体も東京が天皇杯を取りました。ましてや人口の少ない福井県では絶対に天皇杯を取ることは無理だろうと言われておりましたが、見事にその下馬評を覆して天皇杯どころか皇后杯も取ってしまいました。この大偉業を成し遂げたのは先ほど申し上げた6つの C につながる県民たちの団結と努力があったからに他なりません。そして今日ここにいらっしゃる新成人の皆様方は同じ DNA を宿した方々ばかりでございます。これからの人生いろんなピンチがあると思いますけれども、そんな勝負どころで必ずその DNA が発揮されるということを確信をして前に進んでいっていただきたいと思います。新成人の皆様方の今後の人生に幸多からぬことを心よりお祈りを申し上げまして、簡単ですが私からのお祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。20歳の決意。新成人を代表いたしまして堀川良介さん、菅谷千恵香さん、ご登壇ください。20歳の決意。本日は成人を迎えた私たちのためにこのような盛大な式典を催していただき誠にありがとうございます。ただいまは佐々木市長をはじめご来賓の方々より心温まるお祝いの言葉をいただき、私たち一同新成人としての決意を新たにいたしました。さらに今日の成人式を迎えるにあたり、これまで私たちを育て支えてくださった家族や恩師、地域の皆様に感謝するとともに、これからは自分たち一人一人が周りの人たちの支えとなれるように努めていきたいと考えております。さて昨年は甚大な被害を受けた豪雪に始まり、豪雨や猛暑、台風など大変多くの災害に見舞われた年でした。災害といいますと、私は2011年に発生した東日本大震災のことを思い出さずにはいられません。しかしこの大災害の後でも日本は立ち上がり復興を進めてきました。特に被害の大きかった福島県の方々の頑張っている姿を見るたびに諦めないことの大切さを痛感いたします。また昨年は福井県で国民体育大会が開催され、あわら市はカヌースプリント、バレーボール、ゴルフの3競技の会場となりました。私は高校生の時にカヌー部に所属しており、さまざまな大会に参加させていただきました。今回の国体では選手としてではなく競技役員として参加することで、こうした大会は運営として働いてくださる方々の尽力により成り立っているということを知ることができました。そして顧問の先生や先輩、後輩と再会したり、他県の方とお話をしたりと、人とのつながりの大切さを強く感じることができました。5月からは年号が変わり、平成に行われる成人式は今回が最後となります。成人を迎えるとともに年号が変わることになり、気持ちを新たにして仕事に学業に精進してまいります。どうか私たちの成長を温かく見守っていただき、これからの活躍にご期待ください。平成31年1月13日、新成人代表、堀川良介、菅谷千恵香。
上をもちまして平成31年成人式を終了いたします。私たちはこの集いを企画した成人実行委員の青木学校行政の宮口です。金津中学校卒業の小西玲奈です。金津中学校卒業の倉井玲香です。お願いします。去年いろいろあったんで、今年は親に迷惑かけないように大人になろうかなと思います。今教育系の大学行ってるんで、教師になるのが夢かなっていうのはあります。看護師を目指してるので、家族、患者さんだけではなくて家族にも寄り添える看護師になっていきたいと思います。子供に愛される保育士になりたいです。犬にも飼い主さんにも頼られるようなちゃんとした大人になりたいです。社長になりたいです。お母さんを支えれるようになりたくって、あと泣かない年にしたいです。高齢者支えるように頑張りたいです。たくさん稼いでたくさん使って経済回します。ちゃんとブレずに自分を持って生きていきたいなと思ってます。人といっぱい関わっていきたいなって思います。いやー、まあそうですね、後悔しないようにはいきたいですかね。なんか来年から就職活動とかもあるんで、自分の目標をちゃんと持って頑張れたらいいなって思います。あんまりこう人にこう頼らず、ちょっと頑張って生きていきたいです。自分も社会人として考えて、ちゃんと去年よりも行動できるように頑張ります。最高の恩返しを親にしたいと思います。僕も恩返ししつつ人生楽しみたいと思います。まあ、僕今大学通ってるんで、学部で1位を取ることですね。友達とかの家とか建てれたらいいなと思います。今年から大阪に一人暮らしするんで、まあ、親に恩返ししたいです。教員になって、まあ、部活動を持てたら持ちたいんですけど、
持てたらその部活動で阿波嵐市を盛り上げて県を超えて全国目指してその阿波嵐市を広めていきたいなみたいなことは思いますね。やっぱり阿波嵐市を活性化させるためにいろんなことをその阿波嵐市役所内でできればいいなと思ってやっています。そのためにその地域ブランディングとかも学んでいけたらいいなと思って勉強しています。県外で学んだこととか、まあ、それでまたあわらを再発見できたりすると思うんで、また持ってきたら戻ってこようと思います。